でございます。おはようございますね。本日は、野崎くんのお友達の芦屋くんが、カメラを回していただいておりますね。今日なんでお二人に来ていただけたと申しますと、こちらです。ついにね、ついに上がりました、はい、ね、こちらエンジンもサンドブラストの方もね、全部上がりました、はい、でまた外装の方がもう上がってないですよ。あの芦屋くん、はい、野崎くんっていうのは、はい、めちゃくちゃせっかちじゃない、ね、はい、それで先走るでしょ。先走ります。びっくりするぐらい先走る、ね、はい、それで聞き間違えるでしょ、はい、これどういうことなんだと思って聞き間違えますね、はい、それで性格的にはもうほぼ、はい、宮古島の大悟くんと一緒ですこっちがストップかけてもね、もう突き進んじゃう男、はい、めちゃくちゃ部品買ってきてるんですよ。まだ車体ないんですよ、はい、ね、車体まだこれから組むのに、はい、めちゃくちゃ買ってきてるんですよ。これですね。ね、これなんかでももうフルレストはしてあってめちゃくちゃ綺麗ですからね。昔スケートと一緒ですね、これ。ね、これ昔さ、めちゃくちゃ安かったのにね、うん。欲しくて買ったやつあんまいないと思いますよ。うん、昔やっぱタンク付きですから、ね、はいはい。だから、本日、まず、下準備。下準備。はい。フレームがもう塗装されちゃってるんで、はい、そういうののネジ山を切り直したり、で最終的に今日どこまで行きたいかというと、エンジン足回り、はい、ハンドル周りぐらいまでは行きたいと。あ、野崎くんはもうまずちょっとそのフレームも、はい、俺たちもう、はい、今日腰がずっと2人とも痛くてね、ほら見てください、これカビカビカビカ、ね、これホンダの赤ってこれでしょ、ね、ボルドール。いやだけどね、ちょっともうロゴの話じゃないけど、最近レストアするのとかすげえ辛いんですよやっぱこれしゃがんだり立ったり、やっぱ腰が痛すぎて、はい、そうですね、今日こういうところね、ここ、うん、あ、でもちゃんとしてくれてんな、あ、ネジ、うん、いやここのねパウダーコートをしてくれてる会社の工場長がバイク大好きで、自分がバイク乗るからどういうところをやんなきゃいけないっていうのを全部分かってくれてるんですよ。ほらちゃんとネジね、なんか塗装してということは、今日はもう初っ端からいきなり楽しいことしかありません。いいですね、はい、楽しいことしかありませんよ。そしたらもう組んでいきましょう、はいね、そしたら俺よりあんまり腰が痛くない野崎くん、ちょっとまずエンジンをね出してください。エンジンは結構釣れんだよなこれ。これギャグじゃないの、ギャグじゃないから、ね、もっと前ですね、はい、もっと前こうなっちゃうんですよ。これ昔バブコで隠れたからね。あ、もうちょいですか、うん、母言っちゃった、はい、もう今日の 80% のパワーは使い切ってます。 OK です。 OK ですか、はい、やりましょう。まあ、今回ねエンジン周りも全部磨き、はい、ね、野崎くんこれね磨き楽しみに待ってたでしょ、はいはい、お、何でしょうこれは。おお、すっごいじゃん、ヘッドカバー、え、これがこうなるわけですよ。メッキみたいですね、うん、そう、それで鉄っていうのは比較的メッキのノリがいいんですけど、やっぱアルミって剥がれるんですよ。だから僕はまあ基本エンジン周りよくメッキつける人いますけど、僕は基本あんまりつけないんですよ。一言も喋らず次から向いていっちゃう。ちょっと
と進行をちょっとちゃんとさ、すごいっすね、いやそれはすごいよ。で、あの俺も値段だけのところっていっぱいあるんですよ、うん、とにかく安いだけみたいなところはいっぱいあるんですよ、うん、だから、中こらだからあの中古車の販売店が、うん、要はあの安い仕上げ用のポリッシュ、はい、出すお店っていっぱいあるんですけど、うん、ここっていうのは本当に仕事が丁寧、うん、それでここのやっぱり工場長もバイク乗ってる人、うん、やっぱ分かってらっしゃる、はい、だからもうすごくクオリティがいいでここで出してるわけです、うん、だから今日まずこのカバーねヘッドカバーを変えてからの方がエンジンを組みやすいんでまだ後から取るようにね、はい、だからまずはこれを組み直してフレーム組んでエンジンハンガー全部つけてからスイングアームつけてリアのホイール、フロントのステム周りフロントホークそういう順番でやっていきます。そしたら続きましてこのパウダーコートねこちらも全部出してください、はい、うん、スイングアーム超かっけえ。やっぱりこのねゴーストラインさんはもうレストア真骨頂ですから、はい、本当はちょっとやんなくちゃいけないんですけどねもう本当ね腰が痛すぎてさやっぱこれ運動だな運動運動ですね。アシャク運動してる、はい、ゴルフ運動になりますか。いやゴルフって、はい、だってずっと歩くの。そうです結構歩きますね、ラウンド中は。やっぱいいよねそういうのね、はい、まあ、俺ゴルフ全然興味ないんだけど意外とやっぱ周りやってる人多いもん、ね、あ昔はね意外とあの社長同士とかさ、はいはい、あの会社のあれとかで釣り多かったけどね。あ今やっぱゴルフなんだな。ゴルフですね、うん、こういうさちゃんとさハンドルのところとかも全部そうですよね。そう。やっぱ気配りよ。気配り。細かいですね。そう。仕事がめちゃくちゃ細かいですよ。ここの人も。はい。いいでしょう。バッテリーケースはこれ意外と黒とかにしてんだけど、はい、ホークってサイドカバーの下から見えるから、はい、見えますね、あえて赤にしてる。ちょっとヤンキー心くすぐるでしょ。はい黙々だよね。はい、黙々とも。食べるたびになんか言いながらね、これご飯食べるときも美味しいねとか言わないから今なんですよ。もうアシャ君なんかさ、一口食べるたびにさ、太鼓叩いて、カンカラカンカンマンって言って、美味しいね、今日これ美味しいね。そうでしょ？今日の夜いいかなっつって。アシャ君はもう太鼓叩かして日本一だからね。これはもう野崎君。はもういらないっつったんですけど、はい、一応センサースタンドをつけた方が整備性も良くなるし、うん、はい、つけた方がいいんじゃないかなと思って、一応黒でね、かっこいい、塗装してるんで、でこれもあえての半ツヤ黒、あ、はい、半ツヤ、ね、そんな目立たないようにして、そうです、はい、あのね、はい、やっぱ純正っぽく僕は仕上げたいんで、はい、だから俺が、あの基本レストアする時って、はい、フレームスイングアームは結構ツヤありの黒にするんですよ。でその他の部分ステムトップとか、はい、エンジンハンガーはちょっとツヤがはけた感じで組んだりするんですよ。へ、であと、とにかく綺麗に見せたいとかカスタムしてるなって感じのバイクを作るとき、はい、そういうときっていうのは意外と全部ツヤツヤにしたりしますけど、うん、70年代風の改造をにする人の場合はそういうかあの色を塗り分けることが多いですね。細かいですね。はい。レストアは自分のある程度趣味になりますから。うん、はい。そしたらここが今回取り外した部品。パウダーコートって結局釜で焼くから、はい、ゴムとかがついてると溶けちゃうんですよ。だからそういうの全部取り外さなくちゃいけないわけなんです。だからほらステムとかもさ、こういう下にゴムとか入ってるじゃん。はいはい。ね、こういうのも全部こうやって取り外してるんですよ。ああ。はい。でスイングアームなんかもこれ皆さん見たことないと思いますけど、プラスチックのカラーとか入ってるんですよ。こういうの見たことあります？スイングアームの中にですか？この中に入ってる。ね、だからこういうのもちゃんと入れていかないと。ね、よくレストアする時フレームの金額とか聞いて、うわ高いなって言いますけど、ここまで知ってて高いって言ってんのかって話なんですよ。
ね、プラスアルファのやっぱり細かい作業もあるし、うん、それであと2サイクルとか油ベッタベタで持ってくる人とかもいるんですけど、うん、ああいうのもタダじゃないですからね、うん、洗浄用シンナーで全部ガン拭きして落としてからやるわけ、うん、手間がかかるんですよ。だからね、こういうレストアをすることによってあのバイクの仕組みが分かるんで、はい、野崎君もそうですけど視聴者さんも あんなとこにあれがあるんだっていうのを今回勉強になると思います、うん、だ今回はもう勉強チャンネル、ね、野崎君も夜の勉強ばっかしないで、はいね、そちらはもう卒業して、はい、こういう方で頑張っていただかないと、はい、おじさんはね苦しくなるとあの霜で逃げようとします子供も私は勉強しなきゃいけない。こういうなってなんか知らなかったでしょ、うん、そしたらこれをこうやってスインガムに入れていくわけですけど、まずねこのエンジンのヘッドカバー開けてください。野崎君はさ、はい、ね余計なもんばっか買うくせに、はい、最初の予算すげえ絞りしっかりと言うんですよ。いや5枚目だとか、はい、それでいて余計なもんばっか買ってるから最初から予算上げろやと思ってるんですよ俺からすりゃ。どうよ、綺麗だねやっぱし、いつもお願いしてるねブラスト屋さんも仕事が細かいでしょ、こういうとこタイラップでやってさ、俺こういう人が好きなんだよ、仕事が細かい人。本当バブのエンジンとかなんてのつけたな。あ、そうですか、うん、やっぱちょっと昔はほらエンジンなんか安かったからさ、うん、もう壊れてガラ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 とか言い出したら、うん、もうダメだこいつはっつって、モーバーホールするよりそう、とかなんか金属美だよな、うん、かっこいいですね。ね、そしたらこれにヘッドを組んでいくわけです。はい、で野崎くんが外したね、はい、そういうカラーとかも新品出るんですよ、はい、新品新品買えていいっつうなと俺は買えるんですけどやっぱりちょっと渋いこと言いますからね、はい、だからそういう時はお金を使わず体を使ってください、はい、これでシャッ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 と、ね、こんなもうその周りのメッキでしょ、はい、こういうのも新品出るんですけど、でも磨けば綺麗になるんで。あ、本当だ、全然すぐ切れない。チリも積もればなんですよ。こういうのが、だから例えば1個1000円とか、だけど、2つ頼んだら2000円。そうですね。ね、そしたらボルトも新品に入れたい。ね、そしたら下のグロメットも新品にしたい。あっという間に、本当に4000円、5000円になっちゃうんですよ。そうですね。はい。これね、これも、もともとこれついてるの見たことあるでしょ？わかんない。うん、ないです。その中についてるんですか？そう。ね、ほんと時代変わったよね。あんな暴走族しかさ乗れなかった時代なのにさ、うん、今ほんと溢れてるもんね、旧車ってね。そうですね、うん、おかしな時代だよな。そして世界中の人が日本の旧車かっこいいっていう時代、はい、コスカとかケンメリとか、はい、もう、うん、俺たちは誰も欲しがんなかったのに、うん、今超高いしさ。アシラ君結婚生活すげえ長いのにさ、はい、なんであんな仲いいの。すごいですよね、あの秘訣が分からないし、うん、なんか俺たちが見て、はい、すぐなんかチュッチュしてそうですねイチャイチャすることですかね、はい、めっちゃイチャイチャしてるああいうの見ると微笑ましいよね、ほんとね。アメリカのあれじゃない、夫婦みたいじゃない、うん、なんか。シーンとしてしまった。いや、マジでさ、はい。はまり込んでるんですよ。あんまそうですね、もう。ゴシ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 言いながら。でもたまにはね、こういう作業だけの動画っていうのも楽しいと思うんですよ。黙々と。ね。本来は、私はそういう動画が好きなんです、うん、黒瀬さんとのおしゃべり動画大好きですよあれはもうほらたださ、もうどうでもいい話じゃねちょっとこれ、はい、黒瀬くんさ、ずっとラジオやってたの知ってる、はい、あ、知らない、そうなんですか。いや、ラジオやってて、はい、いや黒瀬くんさ、菊ちゃんと一緒にラジオ出してよってずっと言ってたんですよ、はい、ね、
だけどその吉本の若手さんとかを呼ぶことが多いらしくて、はい、なかなかっつってたんだけど、そんな中ね、俺、うん、佐田くんと、はい、宇野くんと3人でラジオ出るんですよ。へ、はい、もう終わったんですか収録？収録は来週です。あ、はい、東京 FM。 へ、はい、秋元康氏、はい、先生企画に。へぇ、CD デビューもあるんですか？ありますよ、それ歌って、行ったことないですよ。ね、シアレス、60年。シアレス。俺たち死んでも。はい、俺たち死んでもありきゃっつ。こういうね、あの、暴走族でしか笑わないネタ。暴走族やってる人はもう、ドッカーンだよね。神奈川で暴走族やってる人はドッカーンだよ。だけどさ、はい、野崎くんとかもそうだけどさ、もう今の子供ってしっかりしてるよね、うん、ね、うん、進路のこととか高一で考えたりしてんだよ、うん、俺たち何も俺考えてなかったな、うん、あ、でも秋山くん結婚早かったんだもんね。そうです、19で。本当？はい、高校卒業してすぐ。そう、高校もちゃんと卒業したもんな、うん、すごい驚いてる。でも俺なんかの時ってさ、うん、中卒めちゃくちゃ多かったもんね。多かったっす。あ、野崎くんの時も多かった。多かったっす。自分ぐらいじゃないですか、周りで、うん、あ、そうなの。高校卒業したの、つるんでる仲間で足屋ぐらいです、卒業したの。あ、でも確かに俺の周りでも、はい、俺ぐらいじゃない、うん、俺言っとくけど高校卒業してますから。あ、そうでしたっけ、はい、俺だって本当学校半分ぐらい暴走族じゃない。そういう時代ですよ、特にお母さんの時は。そう、しかも横浜の学校だったからさ、離れんのやつとかめちゃくちゃいて、はい、それであのいろんな部品回してもらったりとか、だからあの本来はね、あの神奈川で言えば、はい、その横浜とか川崎とかであのなんか分かれてたじゃん、はいはい、ね、あの相模原と、はい、その海側の人間とか意外とこうやって別れて分断されてたけど、はい、学校だとめっちゃ仲良かったと、はい、うん、その時に横浜の暴走族の名前とか初めていろんなの聞いて、はい、うわそんな名前みたいな、あれさ、よくさ昔さ何時どこどこ何時どこどことかあったじゃん、はい、ね、川崎な南部は何の12時馬上、はい、12時馬上、あの、あそこね、堀之内の入り口のとこです。はい、12時馬上で1時金山です。1時金山2つかい。、ね、あの北部と昔南部は金山ってとこで集まった、知ってくろうか、はい、2カ所だけ、はい、いや、ゲート前。ゲート前、河原町団地。あと剣山もあったよね。剣山、二次剣山。それはもう俺なんか16ぐらいの最初の頃ですね。あ、そうなの。あんまり行かなくなる。三次津田山。あ、津田餅のところ、はい、え、津田餅、津田山、はい、霊園。え、なんであそこ北部じゃん。もうなんか最初の頃は結構ありました、ね、うん、あ、そう。俺もあの金山は行ったもん、あのガソリンスタンドあるとこね。そう、あそこ行った行った行った、あそこちょっと上がったところに見に行った。そうたな。で、相模はあの金属団地、あ、はいはいはい、橋本の金属団地、あ、行ったことありますってことね、行ったよね。で、集まるんですよ、いつも。だから俺、高校の時に相模の集会初めて行って、はい、あの橋本五三郎の金属団地って言われて、はいはいはい、俺、橋本五三郎の金属っていうのが俺、地名だと思ってた、うん、交差点とか知らないから、うんうん、で迷っちゃって1台ではぐれちゃって、はいはい、あの当時をあの特攻服着たまんま、はい、スナック入ってって、はい、中でおじさんおばさんが、はい、ね、もうお祭り騒ぎになってるから俺特攻服で入ってったら、おじさんおばさんもシーンとなって、すいません橋本五三郎、ね、の金属ってどこにあるんですかっつって道を教えてもらって、はい、一人でバンバンっつって行ったら、はい、向こうであの地元のやつらと合流できてさ、それで学校の時の友達ともその時合流できて、それが初めてのね、あの相模でしたわ、うん、すごかったもんね相模は、多くしていましたよね。300台とか普通にいたもんな。多分別に自慢じゃないですけど、多分あの俺が一番たもとの集会行ってると思うよ。そうそう、もういろんなとこ高校の友達でって、そうだ、あと、うん、バイク屋やりだしてから、あ、お客いっぱい行くから。確かにそうですね。そう、バイク屋始めてまた集会行くと思ってなかったから自分で驚いてた。まあちょっと営業みたいなもんですかね。そう営業、あのあそこのバイクかっこいいとか、コーストラインの GS 吸い込むとか、うん、ね、
やっぱりあの巡回で乗ることがあのメインの方々にね、はい、乗っていたんで、はい、ゴムが伸びちゃってる、うん、ね、ホンダは多いですよ、キャブレターとか、はい、はい、ちょっと、はい、上から閉めてください。あ、すげえ綺麗になったじゃん、うん。でこういうトルクをあんまりかけちゃいけないところはこういう短いのでやるんですよ、はい、これ長いのでギュッてやるとキン取れたりするから、はい、入っちゃう、はい、ね、こうやって友達とまたねバイク組めるのもいいことですから、はい、ね、昔はねただの客とバイク屋でしたけど、ね、はい、こう年齢が近くなってきてさらに趣味も同じだとすると、はい、もう半分友達みたいなもんですから、はい、しかも野崎君に限ってはもう誰よりも俺と旅行行ってますから、はい、釣りという名の楽しい旅行、よし、はい、そしたらほらもうどうよ、うん、最高でしょ、うん、いいね。そしたらセンタースタンドをまずつけて、はい、あ、先にフレームにセンタースタンドつけます、うん、それで上に乗っけて、はい、うん、まあ後からでも大丈夫だけどね。どう、最初につけたい？いや、もう任せます、その流れ的にどうなるか。もうマニアっていうか変態ですね、もう。あ、そうだ、はい、アシアフと一緒じゃん。そしたらせーの、せー